今回は NHW20 プリウスのリアハッチのダンパーを交換しますね。ダンパーが弱ってくるとハッチが勝手に降りてきたり開けにくかったりしてとても危険ですわ。新車から交換していないのだろうと思うのですが、よく持った方なのかと思います。さてどうやって外せばいいのか試案中ですわ。フライヤーでこじれば良いだけだったのだ。簡単に外れましたね。アンズルより何とかでした。リアハッチが勝手に落ちてこないようにつっかえ棒でハッチを支えるのは必須なのだ。ハッチが落ちてきてギロチン状態で首を挟まれてしまってとても危険ですわ。もう組み付け状態ですね。ダンパーに左右表記があるので間違えないように取り付けるのだ。手でグッと押し付けるだけで簡単に入りますわよ。リアハッチを少し持ち上げるのがコツなのだ。左側が終了したので今度は右側の作業ですわ。作業に慣れてきたので早く交換できるようになったのだ。つっかえ棒をうっかり外していたのでハッチが降りてきてびっくりしましたわ。気を取り直して作業再開するのだ。白い棒がつっかえ棒ですわ。素早く作業するのだ。ちなみにこのプリウスの外装色は ZN6 型86限定色ソリッドグレーですわ。さっきは上から取り付けましたが下からの方が作業が早いと思い下から始めました。スポット入りましたわ。間髪置かずに上も入ったのだ。交換作業終了ですわね。やってみると簡単だったのだ。慣れると10分もかからない作業になるかもなのだ。しかし動画作成にはダラダラ作業して5時間くらいかかっててますわよ。リアハッチがスムースに上がって歓喜の声を上げているのだ。部品代でも左右で2万近くする価値がありましたわね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますのだ。はい、できました。めっちゃ簡単に閉まるやん。うん、はい、ありがとうございました。なっしゃ。はい、なまたお勉強ありがとうございました。ありがとうございました。何してんの、まあ いや、とりあえず再生数が伸びないんですよ、これね。再生数が伸びないと申しておりますわよ。昨日バッサの5回やよ、5回。ちょっとこれで僕が人肌脱いでみるのだ。ちょっと会議にしよう。物理的に脱いだのだちょっと違うような気がしますわ、はい、どうもありがとうございました。とりあえず動画アップに頑張るのだ。片付けということで私も協力しますわよ。寒いから服を着るのだ。そうですね。なんか自転車のショックです。